伝統品といいますか、はい、日頃から使えそうなものってあったりするんですかね。京都の会社本当にいろんなチャレンジをして面白い商品たくさん出てるので、香楼舗訓玉堂さん、西本願寺にお品を納めてるような格式の高いお店さんなんですね。仏前で使うような正しいお香っていうのも販売されてるんですけど、ハンドクリーム、さすがやっぱりお香のこと何百年もやってきた会社の香りだなっていう香り、はいはいはい、酒粕も入ってたり、こう柚子とか宇治の抹茶とかが気分で変えられるんですけれど、ハンドクリームだけじゃなくてフレグランスオイルも注目していただきたいのは、この数字、これは1594年のイメージした香り、訓玉堂が創業した年のフレグランスオイル、めっちゃ面白い、これぜひ香っていただきたい、ぜひ嗅いでみます次がですね、時の葉セラミックスタジオさん、時の葉さんの器っていうのは見て楽しむだけじゃなくって、ちゃんと料理を持ってこそ映えるっていうのが多くて、やっぱねお手頃なんですね。シリーズがたくさんあって、壁にくっつく価値、花を入れてとか、ドライフラワーのセットも販売されてるんですけれども、使いやすい商品を販売されてます。なんかねここはドリンクも提供してるんですよ。時の炭っていう牧場みたいな、ザクロとコーラを混ぜたみたいな味、面白い美味しいです。美味しいんですか。美味しい。最後紹介させていただくのが、綾子セラミックスさん、可愛い、陶芸の作家さんなんですけれども、小川綾子さんが作られている特別なアクセサリーですね。陶器の温かみだったりとか、釉薬の色のこう鮮やかさがあんまり邪魔にならない、でもやっぱり美しく女性の顔を引き立てるようなアクセサリーをたくさん作られてますね。こう大体ね値段も4000円ぐらいなので、はい、でも一つ一つ手作りなんですね。はい、そうなんですよ。本当に仲いい子だったらこうちょっとプレゼントに渡せる額なので、伝統も守りながら、はい、なおかつ今の時代にも合うようにっていうことで、そうですね、すごいですね、その塩梅が上手、私もすごく好きなんですよね。